マルモラーダはイタリア共和国トレント自治県とベルーノ県の境にある標高3343メートルの山である。ドロミーティで最も標高が高い。ラディン語ではマーミリーダ、ドイツ語ではマーミラタと呼ばれる。晴れた日にはベネツィアから約100キロメートル北のマルモラーダを見ることができる。東西方向に稜線を持ち、 南は幅数キロメートルの岩の崖、北側には緩い傾斜のマルモラーダ氷河がある。西から東に両線上に並ぶ主なピークを一家に示す。氷河の西側の岩山はグラン・バーネルと呼ばれる。北東側の麓にはフェダヤ湖がある。フェダヤ湖は東と西に区切られている。東側はモレーンにより形成された小さな湖。 西側は1956年に建設されたダムによる人工庫で水力発電所を持つ。マルガチャペラからコストンディアンターモジャ、セラウタを経由して、プンタロッカに至るロープウェイがある。また、フェダイア湖のそばからピアン、デイ・フ役校にまでたちのりのリフトが通じている。ラガツオイから南西の眺め。手前からサスデストリア、コルディラーナ、マルモラーダ。 1864年9月28日にポール、グロマン、アンジェロジマイ・フルゲンツヨ・ジマイが、氷河川から、プンタペニアに初登場した。南面からの初登場は、1901年に、ベアトリーチェ・トマソン、ミッシェル・ベッテが、バートロ・ザガネルによる。第一次世界大戦中の1915年5月23日、イタリア王国は、 オーストリア・ハンガリー帝国に戦線を布告した。国境にあるマルモラーダは戦場となり、1917年10月のカポレットの戦いにより、戦線がベネト平野に南下するまで山岳部での戦闘が行われた。1916年春、オーストリア軍がマルモラーダの高地を占領する。北方のバディアの谷に侵攻するため、 ファルツアレゴ峠の4キロメートル南西のコルディ、ラーナ山頂を制したイタリア軍にとって、フェダイア峠、パドンを経由する南への交通に対する脅威である。イタリア軍は、マルモラーダ南面の崖を登り、東側のセラウタを占領。これ以降、岩と氷河にトンネルを追いがつ、行動線が始まった。犠牲者は、直接的な戦闘以外でも発生した。 1916年12月、大西洋東岸、ロシア西部は東高西帝の気圧配置になった。地中海からの湿ったハエがアルプス山脈で上昇、冷却され、降雪が9日間続く。その後、寒さが緩み、マルモラーダのプランポズに駐留していたオーストリア軍の現地指揮官は、雪崩の危険を察知して、退避行動を提案したが、状況を理解できずに、 地上の本部は却下した。12月13日午前5時30分、20万トン超の雪氷がオーストリア軍兵舎を襲い、約300名が死亡した。同日、イタリア軍も雪崩による被害を受けた。この日は水曜日であるが、白い金曜日と呼ばれる。ドロミーティでの雪崩による犠牲者は、12月12日と13日に、両軍合計2000人。 月末までに9000から1万人と推計されている。意図的に雪崩を誘発する砲撃が相互にあったとの証言もあるが定かではない。ありがとうございます。